しいものでも豊かにされる主、oh.
キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元です。今日は詩編119編の言葉から、神の言葉の力によって生きる祝福に心を留めてみましょう。私たちは自分の心を表現したり、互いの交流の方法として言葉を用いますね。言葉には力があり、人を励ますことも深く傷つけることもあります。また心を生かす言葉に出会うと、私たちは生きる力を受けるのです。この詩編の作者は日々神の言葉から力を受け、こう歌っています。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、それなら私は私の苦しみの中で滅んだでしょう。私は決してあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが私を生かしてくださったからです。旧約聖書詩編119編92節93節。人生の苦しみの中で、神の言葉、神の教えこそが自分を救い生かしたことを、この詩編の作者は心からの感謝を持って歌うのです。第二次世界大戦の時、ユダヤ人をナチスドイツから守ったために、家族と共に強制収容所に入れられたオランダ人コーリー・テンブームというクリスチャンをご存知でしょうか。彼女はお姉さんが密かに持ち込んだ聖書の言葉によって力と希望を受け続け、お姉さんが亡くなった後、その収容所内の人々を神の言葉で励まし続けたのです。奇跡的に助け出された彼女は、神の愛と言葉の力を世界中で証しし続けました。神の言葉にこそ命と力があります。御言葉は苦難や葛藤の中にあってこそ、私に真実な愛と知恵を与えるのです。この詩編の作者は神の言葉の豊かさを続けてこう歌います。どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっています。あなたの仰せは私を敵よりも賢くします。それがとこしえに私のものだからです。詩編119編97節98節。全世界を作り、すべてのことに主権を持っておられる神の知恵、神の恵みの言葉に生かされることは、私たちに力と知恵と祝福を与えるのです。あなたも神の言葉である聖書に親しみ、日々聖書の言葉に生かされ、どんな中にあっても希望と命に輝いて歩む人生、神の力を受け続ける歩みを始めませんか。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか。岩井元です。私たちは日々重荷を抱えながら歩んでいますね。使命に伴う良い重荷もありますが、抱えすぎて疲れ果てることもあります。あなたはいかがでしょうか。奴隷状態だった神の民を解放し、神の約束の地へと導いていたモーセは、人々の多くの問題の相談に乗り疲れ果てていました。そんなモーセの姿を見て、ある時義理の父イテロがモーセにこう語りました。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。旧約聖書出エジプト記18章17節18節。イテロはモーセに、神の前に誠実な人を選び、10人の上に責任者を立て、また50人の上に、100人の上に、1000人の上にも責任者を立てるピラミッド型の組織構造を提案しました。そして重要な事柄だけモーセのところへ相談に持ってくるよう促したのです。この具体的な知恵に満ちたイテロの提案をモーセは受け入れ実行しました。それはモーセの負担を減らしただけではなく、民の一人一人の能力や賜物が生かされ、共に成長していったのです。私たち一人一人には限界があり、弱さを抱えています。私たちは補い合い助け合うように作られているのです。互いの重荷を負い合いなさいと聖書は私たちに教えます。共に責任や重荷を担ってくれる存在は、
私たちにとって大きな宝です。しかし、責任を分担しても、なお疲れ果てることもあるでしょう。その時は、神の御子キリストの言葉を受け止めていただきたいのです。キリストは私たちにこう語ります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。新約聖書、マタイの福音書11章28節。あなたもキリストのもとに行き、誠の休みと憩いを得ませんか？あなたと共に重荷を担ってくださるキリストの慰めを受け取るとき、他の人と共に歩み、互いの重荷を担い合う豊かな人生が始まっていくのです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか？岩井元夫です。私自身にはそれぞれ名前が与えられています。その意味や背景を伺うと、名付けてくださった方の願いや祈りが伝わってきますね。私の名前元夫は、元いという字に英雄の雄と書きます。それは聖書の汝、祝福の元いとなるべしという言葉から、藤村宗七という牧師が名付けてくださいました。これは神がアブラハムという人に語られた祝福の約束の言葉ですが、祝福のもとい、祝福の器となるようにとの使命は、神の愛と恵みを知るすべての人に与えられているのです。神様は私たちを祝福しようと私たちを招いてくださっているのです。神の祝福を受ける秘訣について、神はモーセを通して民にこう語りました。あなた方は、私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。旧約聖書、出エジプト記19章4節5節。かつて奴隷状態であったエジプトから神の不思議な力によって神の民は解放されました。モーセに導かれ、神の約束の場所へと向かっていたのです。それはすべて神の技であり、神がわしの翼のように力強く彼らを助け導いたのです。この歴史的な恵みを心に刻んで感謝し、そして神の言葉に従うことが祝福につながるというのです。そればかりではなく、あらゆる民族の中にあっても神の宝としてその祝福を周りの方々に届けることができるというのです。今を生きる私たちも、神の愛と憐れみ、恵みの許しを受け取り、神の言葉に従うとき、神の祝福を豊かに受け取ります。そして、周りの方々にもその祝福は注がれていくのです。祝福を届ける使命を私たちは持っているのです。聖書の言葉、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。新約聖書、ペテロ第一の手紙、3章9節。あなたも憐れみと希望を届ける祝福の器とされ続けていきませんか？キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元夫です。最後の晩餐というとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵が有名ですね。イタリア・ミラノにある教会の食堂に描かれた有名な絵です。キリストの最後の晩餐の食事は旧約聖書が語る杉越の祭りの食事でした。この祭りは神の民イスラエルがかつて奴隷状態であったエジプトから助けられたことを記念していました。家の門に子羊の血を塗った家は神の約束通り神の裁きが過ぎ越して皆の命が守られたからです。この脱出の時に急いで食べたことを覚える食事が過ぎ越しの食事で、膨らませないパンやあまり発酵させないブドウ酒などが用いられたのです。キリストはこのパンとブドウ酒に新しい意味、本当の意味を与えました。聖書はこう記しています。イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また、
杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆、その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される、私の契約の血です。新約聖書、マルコの福音書14章、22節、24節。弟子たちは、この食事の本当の意味を理解していませんでした。しかしこの後、キリストの十字架の出来事を通して、パンは十字架上で裂かれるキリストの体、またブドウ酒はキリストが流される血という誠の意味を知るのです。そしてその式を聖餐式と呼び、キリストの十字架の恵みを思い起こすものとして、今日のキリスト教会で行われ続けています。キリストの十字架は、すべての人の罪がキリストにあって許されるためでした。それこそ本当の過ぎ越し、罪からの解放と真の救いを示しているからです。あなたのすべてを知る神は、あなたのすべての罪を許すことができる唯一のお方です。あなたも自分の心の闇を認め、罪を悔い改めて許しを受け取りませんか？そして愛と恵みの道を歩んでいただきたいのです。聖書の言葉、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。新約聖書、ヨハネ第一の手紙、一章九節。キリスト教会がお送りする、世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元です。私たちは自分の弱さを認めることがなかなかできませんね。最後の晩餐の後、十字架に向かうキリストは、弟子たちが失望し、キリストから離れ、つまずくと語りました。この後起こることも、自分の弱さも知らないペテロは、皆がつまずいても私はつまずきませんと語ります。しかし主は、ペテロが三度キリストを否定すると予言するのです。ペテロはなお、ご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと豪語し、他の弟子たちも同じように語りますが、彼らはまだ自分たちの愚かさを知らなかったのです。弟子たちの弱さも愚かさも、この後起こるすべてをご存知のキリストは、オリーブ山にあるゲッセマネの園で祈りました。それは悲しみのあまり死ぬほどの苦しみを伴う祈りでした。キリストはこう祈ったのです。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。新約聖書、マルコの福音書14章36節。この杯とは、キリストの十字架のことを示していました。神の御子キリストは、私たちすべての罪の裁きを身代わりに受け、父なる神から完全に見捨てられるという壮絶な苦しみを受けるために、この地上に来てくださったのです。その苦しみは、私たちの思いをはるかに超える、耐えられないほどの苦しみでした。キリストは、その苦しみをすべて味わい尽くし、受け止めるべく、神が望まれることが行われるように、と自らを神に委ねられたのです。キリストはこの苦しみの祈りを、共にしてほしいと弟子たちに願っていましたが、皆眠ってしまっていました。キリストは深い孤独をも味わい尽くされ、まっすぐに十字架に向かってくださったのです。キリストは、あなたの弱さも愚かさもすべてご存知で、あなたを愛し、あなたの罪の許しの道をあの十字架の上で開かれました。しかし、どれほどの孤独と苦しみをイエス・キリストが味わい尽くしてくださったことでしょうか。そのことに心を止め、自分の弱さや愚かさ、罪と向かい合い、罪を告白するものでありたいと心から願います。キリスト教会がお送りする、世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元です。今日は、歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学びましょう。群馬県にゆかりのあるキリスト者としては、新島城、内村勘蔵、柏木義円が挙げられます。そしてもう一人挙げるとしたら、今日共に学ぶ
住谷天来です。明治2年、現在の群馬県高崎市に生まれた住谷天来は、農家の次男として育ちます。学問に興味を持ち、前橋の有国義塾に学ぶ中、生涯の友となる井上浦蔵と出会い、二人で前橋のキリスト教会に通うようになり、自分の罪を認め、キリストが自分のために十字架にかかってくださったことを信じ、信仰を告白し、洗礼を受けます。また、上毛青年会にも参加し、悲しみを通る女性たちを助けたいと、廃止運動にも熱心に参加したのです。平和を求める心は、若い頃から与えられていたのですね。その後上京し、早稲田と慶応に学びます。卒業後、群馬に帰郷した後は、上毛青年会の機関誌、上毛の青年で自分の主張を発表する傍ら、現在の教愛学園につながる、キリスト教主義の学校、前橋の上毛教愛女学校の教師として、聖書を中心とした女子教育に力を入れるのです。退職後、再び上京する中、明治29年、27歳の時に、ある大会で、キリスト者、内村鑑三と出会うのです。そして盛んに、平和を求める自分の主張、特に、キリストの愛に基づき、明治36年には、内村主筆の聖書の研究に、住子の非戦主義を載せ、非戦論を展開していきます。日露戦争の前に、彼が紹介したトルストイの本や生き様は、聖書の教えとともに人々の心に深く届けられていったのです。再び教師となりますが、明治末期から大正には群馬の伊勢崎や富岡のキリスト教会の牧師となり、神の愛と平和を語り続けていきました。当時軍国主義が強まる日本の中にあって、キリストにある平和を力強く語り続けた教育者、また牧師がいたのです。キリストの言葉、平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。新約聖書、マタイの福音書5章9節。私たちも悲しみを通る人々に、神の愛に基づく真の平和を届けさせていただきたいと願います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。